こんにちは、ブルーホースです。ということで、ブックゲコ沼続きやっていきましょうか。まあね、ジグソーパズルを解くとしては、まあちょっとなんですけど、まあいろいろね、拾っていかなきゃいけないアイテムとかもあるんですけど、はい、ちょっと待った。パボ、ワニ側、靴欲しい。やばいやばい、逃げるって逃げる。うはは、冗談冗談。でも靴なのかよ。ワニ側とか牛側の、その、なんだろう、財布とかさ、服とかそういうのって、実際どうなんだろうね。なんか高級なイメージはあるけど、果たして、使い物になるのか。使い物になるというか、なんか、ね、使い物になるのかどうかですね。あ、ごめんなさい、ブルーホースでございます。パンチョとカズミの大ボックス続きやってまいりましょう。で、残ってるジグソーと、音符かな。音符があと25枚ですね。あと、あいつあいつ。誰だったっけ、ジンジョーがあと1匹確か残ってたはずなので、ジンジョーって範囲何？今、ヒキって言っちゃったけどさ、ヒキでいいの？それとも、ポン、ポン、ツ、一つ、二つ、三つ、五つ、四つ。えい、ゴーゴーゴー。さーって。こっからね、ジグソー2個取れるんですけど、まあ、まだ1個しか取れない。今、奥にさ、あれがあったじゃん？こう、なんか、靴がテク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 歩いてたじゃん。あいつを、あ、でもどうなんだろう？先に、あ、まあ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 、いいだろう、いいだろう。よし。ワニワニ、俺は強いワニ、名前はミスターマイル。無敵の俺様に挑戦するワニ、A 実行。ゲームは簡単だワニ、B ボタンで赤くて美味しい、ヤムブリを食べるワニ、覚悟はいいワニ、3、2、1、ドン。もうね、これがね、いくらやってもね、むずいっていうね。ういうい、たた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 、こいつがまた食えんだ。本来であればね、そのこいつが食べようとしている先を打って食べれれば OK なんだけど、まあそうはイカの金玉ってやつですね。あー、食えなかった。やばいやばいやばい。ふふ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 。お、いいねいいねいいね。3つさ、あ、2つさ。よし。よし。うん。うん。時間が長い。もうそろそろ終わってくんねえかな。よし。うん。うん。うん。で、こっちのチュ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 。あ、ちょ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 。あー、ちょっと。ヤムブリってこれ何なの？球根？野菜っぽいけど。かかったかったかった。30個食える10個。あー、30個いかなかったし。まあまあカチカチ、でもギリギリだな。まあまあ、おー、イージーゲームで勝っただけワニ。次は難しいワニ。黄色いグラムブリーはまずいワニ。赤だけを食べるワニ。こいつ黄色食わねえんだよな、マジでね。よいしょ、いとこだだだだだだ、とい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 よし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 ヤムブリーって何ブリー？あ、ヤムブリーか。何言ってんの？赤赤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 ブリー赤ブリー赤ブリー黄色いヤムブリー黄色いヤムブリーっていう名前だっけ？黄色ブリーは？あ、痛い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 。よし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 。あー、こいつ横取りしやがった。何て野郎だ。テキテシールこれあれ早いんだよ、こいつの方が。あ、じゃあババ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 バよし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 よバイル、よいしょ。ワニワニ、お前はたまたまラッキーで勝っただけワニ。さあ、最後のゲームだねワニ。画面の上に映ったやつだけを食べるワニ。3、2、1。これがまたむずいんだ。ガオー。どっちだ？赤ブリ、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 赤ブリ。よし、甘い、甘い、甘いブリ。甘い、黄色、黄色ブリ、黄色ブリ。あ、ガオー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 、ズルブリ。ズルブリ、ズルブリ。ちょっと待って、どこぶり？あ、出たぶり？食べるぶり？食うぶり？食うぶり？食うぶり？よし、赤赤赤、そろそろ赤、そろ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 来た。全部引っ込みやがったもんね。食うぶり？食うぶり？あー、邪魔ワニ。あー、遠いワニ。あー、近いワニ。こっちワニ。
ギリ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 戦い、あぶれぶれ食べない食べない食べない、大きいグリー、キュー玉に負けてるワニ、待って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 、なんかすげえ運が悪いグリー、クイ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 クあーよし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 、甘いワニ、あった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 、よしこれでもう一回やるワニって言って、ワニワニミスターバイルと別の勝負をするワニ、お前がこれから3ゲームに勝てば3アップして終わるワニ、でも負けるたびにライフを1ついただくワニ、ごめん、俺ナメクジです、ワニワニ俺は強いワニ、負け敗北者が言うなよ、あそっかごめん、手に入れなきゃいけないと思ってたけどいらなかったみたい、うん、だから、普通にアイテム回収して、終わりにしましょう、だからあと あれだ誰だっけ、あどこだ、木じゃなくって、うん、音符集めて最後の神城を手に入れたら終わりか、そっかしまった、そのスリーアップするやつがなんかこれ もう一個こいつと戦ってジグスを手に入れなきゃいけないって勘違いしてたけど、そうじゃなかったっすね、よかったよかった、楽勝だじゃん、じゃあついちゃう、いけ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 、イエーイ、あれあれあれ、ピーリー、なんかこっちで食べると2個食えるんだ、あれが2個出てくるんですよ、あーちょ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 、やっほ、金は手に入れといた方がいいか、あそうだね、よしよしよし、オッケー、じゃあ、戻りましょう。ちょっと、ごめんなさい。頑張るけど、収録時間が実はあんまり取れないっていう事情があるので、急いでおります。めっちゃ足、突っ込んでる。あと何個だ、音符。4つくらい。卵はいらない。まあさ、さっきさ、チャ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 トータルを見るだよね、ハニカムがまたないんだ、え、このステージのハニカムどこカム、裏カム、いないカム、うわーちょっとまた分かんないカムね、どこカムかね、ガチャガチャガチャ、あっちかな、どこかむかね、どこやろ、あそうそう、ありえるとしたらこっちかむかね、どこかむ、やばいかむ、わかんないかむ、何かどこよ、待ってね、こっち長いんだな、待ってよ、ハニカムハニカムハニカム、あーないな、あともう一つをするとあっちかな、うん、ちょっと待ってね、ちょっとお待ちください、よし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 、テト唯一攻撃できるんだよね、こいつかわいいよな、ここにハニカムなかったっけ、マンボ、どっかのステージでマンボの部屋にしかハニカムがあったはずなんですよ、あった、
よし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 、戻してけろ。ババーンババーンババーンビバーン。ああ、よしよし、おお、届かない。ほう、待て待て、あ、普通のジャンプでいける？いや、無理っぽいな。こうだ、やったー。じゃん。で、ワニはまだ必要だから、ワニいります。あ、でもしかワニっての意味ないのか。ワニって意味なかったら、ちょっと次回パートに持ち越す、あるとある場所がありますんで、頑張ります。まあ、サクサクだね。うん。なんか、一回もその、なんか、ミニゲーム的なやつで、こう、フラッ、あれ、なんだろう、詰まってできませんでした、みたいなことは、一旦とりあえずないけどね。まあ、なんか、なんかどっかの、あの、ヤドカリの殻の中でくたばったっていうのはあるけど、くたばったってことは、ちょっとあまり美しくはないな。お亡くなりになった土に帰った。土に帰ったはあれだな、あの、DIIG、DAIGO さんの、ね、はい、かつて僕の動画なんかにあのコメントを残していただいたことがあるんですね、うん、あのいじめをやっぱなくすっていうことが僕の一つのライフワークの中の一つ、うん、僕の中のライフワークの中の一つ、もう日本語になってないよね。よっしゃー、いきましょうか。ヒューキュルキュルキュル、君たちのこのステージのオープンのベスト記録は現在まあまさかね、その大悟さんがね、あんなね、真面目、クソ真面目な動画を僕が上げている中でね、こんなずーっと何年間もゲーム実況やってるなんて、お前本当にいじめをなくす気あんのかよーっていうふうに、まあ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 、ここの表に見せてるあれとね、実際に動いてる私とではね、必ずしもあの同一人物になるっていうのね、あれですから。そう、だからここが確か普通に砕けですよね。うん、ごめん、やっぱ、出直します。出直さなきゃいかんぜよっていうところなので、これはこいつでいけるのかな。これでいけるんだったら、あ、ちょちょちょ、よいしょ、あ、いけるね。えいっ、ちょ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 、えいイエス、オッケーオッケー、はい、ローツンツン山ツンってこと。あ、なんか、え、すごい、なんか顔みたい。へえー、やっぱやってみて、久々にやってみて気づくよね。ほら、なんか顔みたいじゃない、雪だるまの。ほら、あー、なるほどね。次のステージで出てくる敵の顔たちがちゃんと壁面にも描かれていましたぜっていう、そういうオチだったのか。痩せーでスカート履いたなら誰もがきっと驚くぞ。なんかすげえボケを考えたかったんだけど全然何も浮かばなかったから、まあいいやと思っちゃったけど、うん、スカート履いたところでさ、あの足が短すぎてさ、スカートというよりはもうなんかあれだよねみたいな、死に装束みたいな。よし、ドボン、弱くなる。とりあえず、ドボン、消えたー、あんたらあんたら、ブーン。オッケーじゃないんだけどね。よし、トト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 オッケー、ゴリラ目にも止まらぬ素早さにあっと驚く。ダメゴロもおっさんや、昭和のギャグや。よしで、これは、あ、じゃあこっちだな。あ、なんかあった、一般ボーク、一般ボーク、あ、だったね。よしよしよし、でおいーんぶる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 、ああ、これね、はいはいはい、回ります。よし、オッケー、ぎゅー、さ、これなんだっていう話なんだ。いやー、ゴリラが襲ってくる、ゴリラパンチュー、逃げろ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 、あ、あっちにもあった。そっか、これ壊しとかないといけないかな。あ、ね、よし、じゃあ、あ、ちょっと、あっちは、あ、別に開け、あ、でもそうだ、次回からちょっとあっち行くときに楽したいから、よし、こっち開けておきましょう。ティングバーッ、テテ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 、なんでやねー、回収回収回収、生み出したものをまた体内に戻すという作業でございます。
オッケー、お目覚めの時間です。よっしゃ、オッケー。じゃあ最後にさっき出てきたショックジャンプを使ってジグソーを取ったら終わりにしましょうかね。はい、まあ、無事ね、クリアすることができたので、とりあえず次回からステージ5の方に乗り込んでいけたらなというふうに思っております。ほい、あ、ちょ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 、行かないで行かないで。はい、オッケー、ビヨーンセ、かぶってるかぶってる。はい、オッケー、鳥でも無事半分ゲットしましたね。はい、というわけでね、今回も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ちょっとステージが思ったよりもね、サクッとクリアできてしまったっていうのもあるんですけど、まあできていいんだけどさ、次回もぜひパンチョとカズイの大冒険お楽しみいただけたら幸いです。ではチャンネル登録もよろしく。チャオ。